選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人スタートです。夜が更けました。発言ターンに入ります。4番。ああ、最後か。プレイヤーが発言します。くそ、潜伏言えね。はい、お願いします。4番、お名前はポニョです。ポニョじゃなくてポニョです。今緊張してます。トップバッターになるといつも緊張して声が震えてしまいます。進行論が持ち合わせてないため、進行論を喋らないっていうパターンもあるんですけど、そしたら怒る人が出てくるので、進行論、進行論は5番さんに喋ってもらいます。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番霊能ですね。はい、じゃあ進行論喋りますよ。霊能決め打ち強いと思うんですよ。なんでね、対抗が出てきたらね、吸っちゃいますので、こういう発言すると大体ね、部屋村にされちゃうんでね、それだけが困りますが、アンケート取ってくるんでね、決め打ち進行取れるか取れないか、それ聞けばね、大体ね、その人の考えっていうのは分かる。5番人外はもう対抗出る前提で話してる。緊張してね、進行論語れません。決め打ちっていう時点で対抗が出る前提。まあ、盤面が揃ってから考察するのはいいですが、決め打てるか決め打てないか、その意見だけでもね、聞けばね、その人の考えっていうのは分かるんでね。5番、6番さんか。決め打てますか。6番のプレイヤーが発言します。この陣外で決め打つって6です。お願いします。まあ、結論から言うと多分何があっても僕は4を釣ると思ってます。4番って何言ってんだろうって思ったし、あなたが仮に村だったとしても、まあ、どんな盤面になるかわからないけど、まあ平和だったらいいんだけど、じゃない場合って4って黒打たれても弾きが返せないんで、何があっても僕4釣りたいと思ってます。で、5に関しては決め打ちって言ってるけど、1周目から出てきた霊能が決め打ちますって俺ないと思うんだよな。だから5もなんか人外臭いなって思ってしまってます。まあ盤面次第かなと思ってます。で、思考開示していくんですが、まあ僕多分何があっても4釣りからは変わらないけど、村スラ基本的に弱いと思ってます。基本的に村スラする人ってその人って考察を間違えると思ってるんで、盤面濁すってことは考察を間違える可能性あるんで、村瀬は釣るもんだったけど、まあ僕は多分何があっても4釣ります。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、特に信用ないですね。ただ、どうなんだろう、5が黒っぽいっていうわけじゃないけど、5は多分対抗出てくることをほぼ、なんか前提にしてるような、だからあって今日じゃないかなと思ってるから、面白いな。そこがちょっと違うかなと思ったかな。6番3 4を釣るっていうのはなんかちょっと暴言かなと思ってるよ。要は分からんけど、黒っぽくはないかなと思ってるし、騙されてるかな。よく分からんな。6番さんが分かんない。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番マイナスのアディオ、村人支援です。よろしくお願いします。まあ、5番の問いに答えます。私は決め打ちありだと思ってる人ですね。それはどのゲームにおいても決め打ちって強いと思ってるので。ただ、もし5番の対抗が出てきた場合は、5番とそいつは、位置隠した場合、落としたかった位置の精査をしていて、しっくりきた方を残そうかなって思ってますね。だから5番さんの対抗出てくる場合は、その2番、2人の方、霊能者の方は頑張ってくださいって言っておきますね。はい。そこの精査に関してはちゃんと時間を使って言います。まあ、6番の4番を落としたい理由って、黒が発撃返せない可能性があるっていう村を示唆す、村の可能性も秘めていってることだと思ってるけど、もしかしたら2周目4番めちゃめちゃ伸びるっていうか、なんか理由持ってちゃんと黒い位置とか言うかもしれないから、そこ見てからでよかったんじゃないと思ってるから、6番と4番何があっても釣りますって言ってる人物でしょ。
まあ、優しくない人だなって思いましたね。はい。七番さんに関しては色全く落ちないなって思ってますね。ヘイト買いたくない動きしてるんですか。はい。まあ、6どっちかって共鳴だと思いますけどね。そういった行動してる人がやった場合って。色落とさない7か、もしくは6でもいいかなって、私、プリーズ今のとこも。9番のプレイヤーが発言します。はい、霊媒です。お願いします。あ、これは自主点だから何とも言えんけど、割と単体で6番の取ってる行動、内容を置いといて取ってる行動は白っぽい。白っぽいと思ってますね。なんか、5番という、5番のなんか問いかけに対してまず答えずに、とりあえず何があっても4番を釣りようっていうところと、がなんか、白っぽいなって思ってますね。これ、なんか感覚も含めてね。ただ言ってることは、まあ8番の言ってる通りだと思いますよ。まあ4番の2周目を聞けばいいと思っていて、割と7番が人外っぽいなと思ってますね。6番ってそもそも4番を人外だと思ってるのではなくて、まあ8番が言った通りに、精査間違えそうだから釣りたいって思考なのかなって思ったけど、なんか7番が、6番の捉え方がめちゃくちゃ微妙だなと思っていて、7番がグレーだったら人外っぽい。対抗はわかんない。1番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。そうっすね。5球、なんか、まだまだ話聞かんとわからんかなと思った。はい。8番が言っていた、なんだっけ、6が4を釣りたい理由って、4が精査間違えそうだからじゃなくて、まあ、それも含んでるのかも知らんが、6が言ってたのは、4が黒を弾き返せる人物ではないだろうという判断ね。だから、村を前提に入れている、村の可能性も視野に入れている発言ではあるが、別に精査間違えそうとは言ってない。だから9は話聞いてねえなと思ってます。ただ2周目の話聞こうかなと思ってる。7番に関しては、分からない分からないが多くて5が恐怖っぽいなって、その理由があまり成り立っていないと思っている。説明はゆっくりでもいいからしっかりしてほしいかなと思っている。8番に関しては決め打ち強いと思っている。その理由があんまり俺には分からない。まあ、説明されても分かんないかもしれないから、それはまあどうでもいいや、はい、自分は決め打ちできるかできないかで考えたときに、要素足りえるものがなければできない。2番のプレイヤーが発言します。占い師ランダムさんはさしろです。占い師でランダムさんはさしろ派をお願いします。霊媒については決め打ちできないんで、グレー精査だけしてください。釣り切ります、僕はね。はい。8番さんは決め打ちたいって言ってたけど、確かにそれで決め打って勝てればいいけど、決め打てる予想がなかったら勝てないと思ってるんで、基本釣り切り。で、6番さんは4番さんに優しくないっていうのは、まあ8番さんに同意だけど、4番さんに1周目聞いてみてからじゃないかなと思うんだけどな。まあ発言順番もあるかもしれないけど、一番差が相対的に村っぽくは見えるかなと思いますね。はい。で、6番さんって4番さんが騎士かもしれないっていう懸念全くないんですねとは思ってますけど、ぐらいかな。霊能は釣り切ります。3白以上。3番のプレイヤーが発言します。ちょっと2番さんって俺の狂人おわんかったんかな。2番さんって三四郎だったら、潜伏して3番さんが占いに出るかどうかって見た方が良かったんじゃない。俺狂人だったらこう出てないよ。絶対占い出ないよ、俺。ご主人が、霊能に出てるの分かってるから、それもったいないよ、2番さん。だからちょっと対抗出たら多分2偽でおうな。俺ちょっと1番さん釣りたいな。その位置でちょっと釣り位置得ないのはおかしい。みんなが言ったことをただなぞっただけだから、ちょっと1番さんが一番怪しいかな。正直8番さんの釣り位置が自分と合わなかったんで、8番さん釣りたかったけど、まあ釣り位置得てるのは結構いい視点だから、1番さん言えないのはヘイトを買いたくない人狼だと思うんで、自分は1番さん行きたいです。2番さん対抗出たら多分そっちの方死んでみると思う。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。変化はありませんか。はい、じゃあここで変化締め切りました。今日どういう進行でいくのかちょっとわかんないんだけど、あ、3番さん騎士把握しました。ダマンさん、狂人かと思っちゃった。だから、霊能進路あるかなとか思っちゃったけど、騎士だか。ちょっと待って。うるさいな。
私は6番さんが怪しいと思います。なんか絶対って言われるとなんで絶対なのって思います。だから6番さんが人外で私に意地悪しようとしてるのかなって、いい SG1 を見つけたみたいな感じな風に私は思ったので、だって村じゃないでしょ、あんなの村じゃないでしょ。だから6番さんは人外だと思うの。だからもう1人外、5級で1人外、6で1人外って今思ってて、今んとこね。で781なんだけど、うん、1番さん確かに、私は1番さんの発言何も気にならなかったけど、1番村っぽいとか思ってたけど、3番さんがなんか1番さん釣りってあげないのって言ってたの、あ、まあ確かにそうかもと思ったから1番さんもグレーに戻るし、うん、わかんないけど、6は絶対人外だと思いました。5番のプレイヤーが発言します。いや、これやりすぎちゃったようですね。最悪の状態じゃないですか。平安村で片白が騎士でしょ。太鼓も出てくんないから、これもう決め打ちもできない状態で、まあ、いいっすよ。そしたらこうしましょう。当然ね、今日参加後が噛まれますが、はい、狂人、人狼、三人が潜伏ですよ、この状態。はい。よく考えてください。なんでこんな状態になっちゃったか。それは僕がやりすぎちゃったからです。反省してます。ということで、うん、まあ、騎士が一応怪しんでいる。で、あ、ありがとうございます、キューバさん。じゃあ今日、5釣りでお願いいたします。はい。5釣って9釣る進行ね。おそらく9番が霊能で助けに来たんでしょうね。あ、霊能じゃない、狂人でね。ということで、3番さん噛まれてしまいますが、大丈夫ですよ、3番さん。これは、うん、1占い鉄板ですね。1占い。この霊能釣り切るって状況になった時っていうのは、必ずね、白を占うよりね、黒を見つけた方がね、盤面すっきりするんでね。とりあえずね、せっかく9番出てくれたんで、今日は5を釣って、そして、まあ、1占いの9番を明日釣れないっていうね、やからが絶対出てくるはずなんですよ。9番も生存意欲を出してくると思うんで、うん、そっからね、人外2人炙り出してください。ということで、これで僕の仕事終わりました。奥間さん、どうすか、こんな感じで。6番のプレイヤーが発言します。6です。お願いします。まあ、霊能に関しては5行って9行って、2番さんが4番に俺は色をつけてほしいと思ってます。理由に関しては一瞬目言った通りです。4番って、あのね、グレーで残しておくと、絶対俺みたいな人が黒っぽいってなるから。俺が4を黒ロックというか、いらないっていう思考になっているから、2に関しては、霊能らしているうちに4に色をつけてほしいと思ってます。そうなった場合は、4が白だった場合、俺は2日目、3日目か、視点更新いたします。だから、レールをしているのには4に色つけてほしい。もしくは、グレーだったら4を落としたいっていう印象でしかないと思って。俺は一瞬見ていた通り変わりませんっていう感じかな。俺も3番、強人かねって思ったよな。けど3、騎士だったんか。3だった場合、3の1で2、3、シルドもらってた場合って、俺が3の1だったら絶対に真やって言ってたから、ワンチャン3の、アーマーあるんじゃねえかな説があるんで、レールは進路で見てます。進路で見てるんで、合計はロラします。で、一番色落ちしてるのは7かなと思ってますが。グレーズベだったら4落とし7占い。で、レイローラだったら5、9ローラしていたに、俺は4に色をつけてほしいと思ってますって感じかな。2番さんに関しては、俺に色をつけたら俺は絶対白しか落ちんし、俺4にしかいかんからね。だから2番は絶対4に色をつけるべきやと思ってます。4が白だった場合は、2日目、視点更新いたします。いいですか？今日は5行って9行きます。以上。7番のプレイヤーが発言します。そうですね、やっぱり強人っぽいかなと思ってるんで、5から行きたいかなと思ってるかな。で、2番さんが一番白っぽいと思ってるところを占えばいいんじゃないですかね。この人は強人ないなと思ってる。で、いいと思いますよ。ただ、私は釣り切ります。釣り切っ
で、で、まあ、戦えるかどうかは、多分、4番の次に厳しいかもしれないなと思ってるから、くらいかな。4か1だけど、4つって1やらないがいいんかな。まあ、頑張りましょう。ちょっと、黒っぽい人もよくわかんないけど、6の白さがわからない。けど、4の方が白っぽいなって気がするけどな。私は6より4の方が白っぽいと思ってるかな。4番殴り返ししかしてねえよ。で、5はやっぱり強靭っぽいなと思ってるし、9の方がいいかなと思ってる。8番のプレイヤーが発言します。グレーの2浪構成を考えて5番9番の心境で考えた時ってあんま見えないな。まだ無理やり論でいくんだったら6番の低小論で6番7番オオカミとかは見えるけど、4に色つけてくれって言っていて、万が一グレイ行く場合は4詰め7いらないってことは7番の黒を見せて6番が生き残るっていうこともできるから、あのスムラネ白が平和村って厳しいから、まあ、見えるんだけど、7番がそこで6番4番に対して4番の方が白っぽいって評価がライン切りなのかなと思うけど、別に6番の2週あの2日目の2週目か低1は別にその怪しくなかったっすね。言いたいことは分かりましたね。ただ6番7番に言いたいのは、5番9番見たとき5番があんな発言してて、それでも9行くんだって思ったときには、もしかしてちょっと9番かわいそうだなって思っちゃいましたね。人外でも死んでも5番が死んでいので、じゃあ私からつって9番を色見せ、9番に色結果をなんか伝えさせて9番明日釣りましょうっていうのが、それが真に見えるかどうかの6番7番は触れてくれるのかなと、触れてくれなかったから、まあ、そこがいまいちなんですよね。1番に関しては特に色落とすような感じなかったと思うけどな。あの決め打ちがどうたらこうたらだけ2番にも言えるけどさ、決め打った場合って別に人はもし、まあまあそれが陣外だったらあれかもしれないけど、その場合って2番の対抗できてても2番がその対抗に勝てばほぼ勝てる盤面だと思ってるから、それを示唆するのどうなんかなと思ったけど、2番支援占い師でしょ。3番さんにも言うけどさ、釣り打ち合わないって言うけど467しか私聞いてない中で釣り打ち合わないって、3番さん4番さん釣ろうとしたの？1番の話を聞いてないから1番に行かないよその時には。はい、それだけ言っときますね。あの2番がグレー詰めるっていうんなら僕ちょっと7番で考えてます。7番の方が一番人狼目高いと思ってるんで、例の行くんだったら5番打って9番決めるってもいいと思ってますよ。はい、私は申し訳ないですけど。9番のプレイヤーが発言します。はい、5番が、この行動正直ね、どっちで取ってるかは分からない。なんか狼であえて自身の疲労っぽさを出すためにそういうこともしてるのか分からんけど、とりあえず多分なんか5番が狼の時はわりかし7番が相方っぽいなと思って、なんか7番さんはね5番としか人狼ゲームやってないのかなと思って、そもそも5番強靭で結構強い意志を持っていて、あまりグレーに視点が伸びてこない。その場合って7番の視点ってグレーに2狼がいて、なんか6番よりも4番の方が白いけどなみたいなことは言っていたんだけれども、そもそも6番から白拾ったのって9番だけで、その時点で7番と9番って視点がそもそも合ってないんだよね。にもかかわらず5番が強靭っぽいっていう思考、これがなんか5番さんとしか人狼ゲームやってないのかなって思った時に、5番狼の時はわりかし7相方がありそう。6番がね4番の色次第だと思ってます。4番が黒の時に唯一6番あるかなってぐらい。ただ4番が白の時って6番ってなんか4にしか行かないって言ってる人物なのに、4番に占いを飛ばしてくれって言った人物が、これが4白出た時に割と4番からのヘイトをもらってる人物だから、あんまり狼っぽくない。4白が出た時に、4黒が出た時に若干ライン切りを追うかどうかの精査だと思ってます。1番は8番に対してなんか決め打ちが強い理由は分かりませんとか言ってたんだけど、なんかわりかし8番に厳しい言及だなと思っていて、本当に決め打ちの強い理由が本当に分かんないのかなと思って聞いてたんですけど、1番さんの発言のレベルを聞いたときにね、だから1、8とかはグレーだったら2、1番のプレイヤーが発言します。まず説明するんだけど、決め打ちできうる要素が落ちてない限り決め打ちできないって最後に言ってるから、その理由から俺は決め打ちが強くないと。まあ、これでいいですか。合計に関してはこの方が偽だと思うな。5番って4番の色付け起こしてたなって俺単純に聞いてて思ったんだけど、なんか5番視点で何だったっけ、何て言ってたっけ、
なんか言ってたんだよね。ああ、それがちょっと一回吹っ飛んじゃったわ。ああ、だから5番って人狼なのかなとか思ったんだよね。でも9番さんも9番さんってなんか1が8に対しての言及が厳しいとか言ってるけど、俺8に対して言及してないんだよ。だからなんかわからんくなってきた。で、なんか9番が、なんだったっけ、2浪1だったら18なんじゃないかなって言ってるけど、えっていう感じなんだけど。なんでそこに俺を絡めてきたその理由がわかんないから、なんか9も。セクサいなと思うけど、5番の発言から俺はその色付けを起こしている人物だっていう風に感じたし、5が狼だった時7っぽいなって俺も思ったから、7って4が一番評価集しやすそうだなと思ってるから、6の評価集はできなさそうだなと思って6に塗ってねって感じたから、って感じたけどね。だから霊能って、俺は霊能から行くんだった、あ、霊能は釣り切りますって言って決め打ちできる要素がなければっていう説明をしているわけだから、その釣り位置上げる上げないとかじゃなくて、俺霊能行くって言ってるじゃんって話なんだけどと思った。5から行くよ今日は。2番のプレイヤーが発言します。どっちがいいかですよね。グレツって霊能に色味させるか、グレーだったら6、7の欄にしたくて、占い値は一応のどっちかにしようと思ってます。8番さんに関してはもう考えの違いをずっとひたすら言ってるんで、もういいかなって放置で、霊能に関しては最初9番さんの方があんまり神っぽくないなと思ってたけど、5番さんが自分釣っていいって言ってるとこから、まあ神だったら残念だなぐらい。まあ、3番さんが霊能から行くかグレーから行くか決めていいけど、霊能から行くんだったら僕は釣り切ります。はい、グレーから行くんだったら6、7、7ランでいいかなと思ってますね。で、一応のどっちか占いたい。1周目に関して僕1番さんはいいかなと思ったんだけどな。3番さん1番さん怪しんでたけど、釣り位置上げてないって言ったら他の人も釣り位置上げてないから、さんまさん目線どう見えてるのかっていうのを教えてほしいし、なぜわざわざ対抗出やすいようにしたのかも教えて、そこ教えて、ごめんなさいさんまさんぐらいかな。霊能から行くんだったら現状こう、グレーから行くんだったら67のなかなと思ってる。一応のどっちか占いたい。速攻占い結果貼りますね。自爆とかされたら嫌なんで。はい、それくらいですかね。3番さん、霊能から行きたいかグレーから行きたいかは決めてください。3番のプレイヤーが発言します。あの、絶対グレーから。なんでかっていうと、白崎騎士に刺さってる時点でもう2番さんって1回しか占いできないから、占い値詰めないと、あの霊能を決め打つよ。もう明日5番さん絶対釣る。9の方がグレー精査もいいし、5番さんその位置で1周目から出る必要がない。全人が露出も狙った方がいいから、俺9死んだと思ってるんで、明日5番行きます。俺は1入れるね。やっぱ1周目釣り1言ってないし、ここで5行くのって、5行ったら完全にレイロラなるんよね。で、1番さん占い幅が増えるから占われない確率も増えるん。例えば4番さんって言ったら1番さん自身も確率的に占いされるから、霊能から行った方がいいよね。狼って霊能から行きたがるから、俺結構一人狼あると思うけどね。ただ一ついいのは、2週前に出てきた占い師はちょっと死んでみるって言って出てこなかったから、1が人狼だったらちょっと出てくるかなとは思うんだ。俺6は白いけどね、初日の4釣り押しは。俺も4番さんこれテンパってたから強人あるんかなと思った。あと7番さんが5番さん対抗出る前提でって言ったのすごく良かったの。あの、対抗出る前提で話したから決め打ちってね。だからそれ7番が5を偽物のいいから、この8番さんが7釣り押しが、ちょっと57、あ、58か、58に見えるよ。今日グレランで行こう、グレラン、グレランね。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石。騎士誰なんや。
1番のプレイヤーが発言します。4。いや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 、もうこれで好きだ、もうおかしくない？なんで俺？意味がわからんのだけど。で、2番さんしっかりしてよ。なんで取り仕切ってくれないの？しかも2番さん目線さ、1は良かったと思うけどなって言ってたじゃん。しかも精査的にも別に5からも要素取ってたし、7からも要素取ってたんだけど。で、意味がわかんないマジでって思ってますね。はい。いやいや、霊能の振動過程をした場合に5のローメが高いと思っていて5から行こうっていう話をしてるから、それを3番さんが俺が狼鬼軸で狂人から来たいかと、俺占い師に入ってるって、もう頼むよ。これで俺4、7とかよりも俺が釣る、グレーで俺が釣られて意味がわからんからマジで。もう7番対抗で上がってるし、説明した理由もあるから7番から行って。7番のプレイヤーが発言します。いや、私知っても白しか出ないんで、まあほぼほぼ1-8-5-狂人かなと思ってるかな。4番さんは、なんで9番って7番に見えないし、7番って5に乗ってるのに、なんで6番さんも悪くなかったし、8番さんは一番白っぽいし、やっぱり1番かなと思って1番投票しました。これ9番がなんで7入れるんやろ。でも7って5に乗ってる、一番白っぽいって言ってる8番さんって、なんかね、私と精査が全然合わないんですよ。だから1-8-5-狂人かなと思う。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにはどんな根拠がある。俺1釣り手の、やっぱ1周目に釣り消えないの人狼多いからね。4番ちょっと生存欲あるね、6に入れてるっていう言ってたら。釣れた。投票が終了しました。まあ明日5釣りやね。5真になったらもう無理やわ。の遺言を発表してください。いや、もうありえないよマジで。色付けしてたじゃんっていう話だし、俺急に対しても殴り入れてんだよ。もう俺が狼だった、やるわけないじゃん。あのさ、俺がもし狼だった時って5が圧倒的に2戦目で追われていて、その様子も拾ってて、ただ俺は説明はできなかったが、5が3のなんだっけ、話も全然、なんて言ったらいいんだろう、全然汲み取りもせずに、もうなんかもう3の騎士にめちゃめちゃすり寄ってる感じもあったし、なんか4もなんかね、その中に入れて3、4がどうたらこうたらって言った後に、いやだから色付けしてると思ったんだよね普通に。でその話を聞いていく中で、678って5釣りをしていたが、68は理由がしっかりしていたっていうのと、あとただそれでもし68が黒だった時って怖い位置かもしれないよ。あの5黒が落ちた時に、じゃあ例えば得をする人物って誰だろうって考えたら、まあその理由もしっかり説明してガンガン釣りをしてるから68なのかもしれないけど、7番は理由もないんだよ。特に狂人臭いって言ってたじゃん。で7番が1番に票を変えた理由何じゃ。あなた4と6だったら4の方が白い、6って言ってたじゃん。でどこで入れ替わって、もう票入れやすいところに入れてる狼じゃん、どう考えた。で俺が狼でやるの、その9番さんに対しても喧嘩売る姿勢だよ。もうちょっと無茶苦茶だと思ってます。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ4強かな。いや正直俺4の方が釣りたかったね。1はちょっと強靭がないからね。1がない。地で白が出たらあれやな、狂人来てるね。夜が明けました。
昨夜は1名の方が亡くなりました。すべきものだ。うわぁ、強靭来てる。プレイヤーが発言します。はい、お願いします。1番さん隠し郎になっちゃいました。2番さん占い結果教えてもらってもいいですか。あー、やっぱ4黒だ。いや、私オカミじゃないんで、試されても無駄です。村人陣営なんでオカミじゃないんで。結果語りなんかな。2番さん、占い結果教えてもらっていいですか。人狼は2番の開示を選択しました。あ、これ7白だ。5で終わるわ。あ、8強か。8強か。4の人狼8強か。生きるためにここに来たわけじゃない。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。うわー、騎士あれかー、やっぱ2位守ってた。のプレイヤーが発言します。うん、じゃないですか。4の相方が、7もしくは9、この2択ですね。強人誰だ。はい、6番さんね、合ってるから、裏置きしといてあげますけど、8番は絶対つきたくないってね、明言してるんですよ。ただ8番の一番いけなかった点は、決め打ち進行は決め打ち進行でも、はい、9が偽なんですよ。でなぜ僕が初日に、自分から釣ってくれって言ったかっていうと、それ9が黒の可能性があるから。だから、うん、せっかく出てきてくれたんで、僕が釣られて9の相方1、9のね、次の釣れないやつを林に来てくれっていうね、自投票するんですよ。真の霊能っていうのは初日にしかね、釣りを飲めないわけない。ということで、今日は当然ね、7に行きますよ。1が主要結果だったから。ということは、はい、ここで今日7に行けないやつが真の霊能。わかる？言いたいこと。6は4釣りをしてた。はい、6、4のラインなんて当然ないわけ。8番は決め打ち進行できるって言ったんだけど。ここで、陣外から省ける。となると、はい、今日7に行けないやつが陣外ね。7行って終わんなければ、9番がローであれをやっていた。そういうことになりますよ。いや、3冠だってことはやっぱ5やろ。大丈夫ですか。3冠だってことは5やね。5番がランダムムーブしてたからね。陣外さん、かわいそうですね。6番のプレイヤーが発言します。いやー、よかったわ。4白かと思ったけど、4黒でよかった。いや、どうしよう。霊能なら5いって、4が5に対して、4って多分4号ロールしかないと思ってんよ。だよね。うん、4号ロール。4って5番が言ってくれるって言って、4が4号ロールだから多分言ったんじゃねえかなって俺思考なんよね、今この現状。ただ5ってあの盤面で、あの地釣り、あ、でもあれって絶対捨て表だもん、死に表しかなんねえもんな。8目線5がローに見えるから7が白いんよ。霊能選挙、いや、俺はもう5行きました。ただ9がなんで7行ったんかが意味わからんの。7、8から4の相方にならんと思ってるから。俺は5行きます。5で終わると思ったし、4号ローローで提出します。以上、5行きます。5が死んでるのでそれはないと思ってる。以上。7番のプレイヤーが発言します。あら？いや、今日7行く流れじゃないですか。いや、4番さん黒くなかったんだけど、ごめん。私の、ミスですね。いやー、わからんなー、こりゃ。4号ロロあるか？なんかねー、一白って出すのも9番さんに合わせてちょっと遅れて出して、で、強靭っぽいんだよなぁ、5番さんって。強靭やったら1、2陣形ならんや。5がロー。5で終わる。
私は霊能から行きたいけど、まあ私釣りたいんだったらどうぞって感じですね。何が今日ただ私釣ったら負けるかもしれないよっていうとこですね。何が今日かこれ。うん、18ローローはなかったけど、48ローローかなって思ってるし、なんかね、8番さんと生さんが合わない。うん、この人、結構白っぽいんだけど、なんか合わない。で、5番、当人だと思ってる。8番のプレイヤーが発言します。あー、5級だったら5番いっちゃうよ、5番さん。意味分かったよ。自分が釣られることによって初日、2日目に確実に太鼓に名を伸ばすって分かるけどさ、霊能引いちゃったんならさ、5番さんの力量とかだった場合ってさ、もうちょっと頑張れるっていうか、芯取れるでしょ。うん。なんかな、じゃあ俺が芯だったらそういうことしないからね。そう見えちゃう。まあ、思考ロックなんだよ、これ俺のやり方だから。だからに5番が偽臭く見えちゃう。で、9番がちゃんとグレース精査してると、なんかそれで5番9番の精査に関して釣り切りって言ってる人が俺視点ではなんか不平等な精査してんなって思っちゃうんだよ。セオリー的には5番9番釣り切ってからのっていう霊能を釣り切るっていうあれは結構セオリーだと思ってるけど4黒でしょ4黒、うん、6番が4黒見せて残る戦法、どっちかって7番が4番白置きした方がどっちかのラインの方が見えるかなって思ってるけどね。8番白っぽく見えへんし、7番さの結果消去的には8番なんでしょう。昨日7-1だった場合、7に行った理由って、7番の視点が定まってないからですね。あの視点位置4、5、6に定まっていて、他のところに伸びてないところが、ちょっと人外っぽいなと思って7番しか投票しませんでした。9番人外だった時、もし人狼だった場合って、1番8番のラインを提唱して、あの、発言切ってる人だから、1黒出して8番を合わせることって9番さん自身で可能だと思ってるから、やっぱ5番9番って心境だった場合って繋がる位置7かなって思ってるかな。5いけます。9番のプレイヤ ー、 やっぱ8強じゃねえんか、7強か。はい、お願いします。あの今日は5番に行ってください。ただ、割と5番の思考は多分強靭なんだろうなと思ってます。で、8番が多分漏らすね。8番が8番の今日の思考を聞くと多分9番の方から怖がってるんだろうと思ってます。この人だから色見えてない人物だから、まあ、色見えてない。例えば5番9番心境の場合にその感情は出てこないと思ってますね。だからわりかし8番が無駄だと思ってますね。6番7番、じゃあ6番が狼だった時に4号で終わる6778に対して4番の相方4番とつながる要素が78にはないっていうのが、5番を釣った後に6番が戦う位置がない。だから結論、まあ、5番で終わらなかったら7番だと思ってますが、なんか別に4番5番がつながるなっていう要素を俺は持ってないし、なんか今日5番が、4番とつながる位置が7番9番だから7番に行くっていう思考が、そもそも6番8番に強人がいる懸念がない。5番が狼だった場合って少なからず強人を探してると思うから、そういう視点が出てこないと思うんですね。だからなんかその思考を安直に述べれる、7番釣って9番釣るって思考を安直に述べれるのがわりかし、5番がラストっぽくない。だから5番が強人っぽい。1強人だったら出てるから、6番1番が白っぽいから、7番4番なんじゃないかって結論に立ってますが、今日は5番に行ってください。言うべきやったな。お願いします。1強人だったら占い出るから、やっぱ4釣り1占い俺言えばよかった。花が強打は地釣りのもんとしてるから、霊能に強靭を合わせようとしてるの。花強打は終わってくれ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゴッゲーム。ああ、よかったよかった。やっぱね、村人陣営の勝利です。ダメでしょ、6番。6が今日、いやね、5番黒すぎて無理、フォローできない。ダメでしょ、俺黒すぎんだもん。
いや、たくまさん、たくまさん、俺、騎士だし。なんで騎士で、出ればいいじゃんか。出たら4釣ってるやろ、あんなのも。やっぱり一番さ、白かった。なんで騎士で普通に47しかないじゃん、あんなの。いやいや、ちょっと、俺ね、正直1番ね、占いにしようかなと思ってたんやけど。いや、だけど、たくまさんが。行くってないよ。ちなみに7白でした。だけど、たくまさんがさ、アーマーしてくれてるから俺、騎士言えなかったんよ、死ぬ。いやいや、別に。強人6番さん。ダメでしょ、時間、あの、開示しちゃ、人狼も。いや、6番さん騎士だと俺、思ってたのよ。もう、3番さんもやめてよ。で、俺、本当にちょっと怒りそうになったの、めっちゃこらえたわ、マジ。頑張りましたね、1番さん。いや、俺ちょっと不思議だったのがさ、9番さんが7に入れたのって不思議じゃない？あれ損だよね、7番さん5にして追ってるのに。あれ絶対損の投票してるよね。あー、でも7が人海っぽく見えたんじゃない普通に。1番さんが遺言で騎士って言ってたら僕殺されてました。いいかもかね、迷ったんだよね。2噛んでたら抜けてたやん、これ。いやー、たくまさんだから絶対たくまさん噛まれると思って信じて俺は託したよ、もう。あ、いやいや、あそこ出るべきよ。俺が1怪しんでて。出てたら4釣りやったよ。めっちゃ僕3番さんが怪しくてしょうがなかったんですけど。いや、あとね、これ2番さん対抗出した方がいいと思うけどね。そうですね、そうですね。いやでも楽しかったです。ちょっと自分落ちますんで、お疲れ様でした、皆さん。あ、お疲れ様でした。お疲れ様です。